はい、どうも、アイリスラーメンの山口です。リゼロから始める異世界生活第23巻、読み終えました。こちらの感想考察動画になります。ネタバレを含みますので、ご注意ください。では、やっていきます。23巻の表紙は、レイド・アストレアでございます。ただ、今回、この23巻で、レイドの試験、これをね、終わらせるのかと思いきや、レイドの試験は後回しで、スバルの記憶喪失を戻すという、そんな内容になっていました。結局まだね、記憶は戻っていないので、進展がなかったのですが、記憶がなくなったスバルがどういう行動をしていくのかっていうところがね、細かく描かれていました。他にも、メイリーについて少し判明したことがありました。メイリーの母親の正体のヒントが、メイリーが死んだ後の死者の本で、追体験して分かったことがあります。スバルがメイリーの死者の本で追体験したんですけど、実際のね、母親ではなくて魔獣の次の育て親のような存在ですね。で、一人称が私、そしてじゃねえですかという独特な語尾、このね特徴から色欲の滞在司教カペラが母親なのではないかと思われます。しかもメイリーの体をカエルに変えたりっていう能力もあるそうなので、これがカペラの権能と、かなり似ていますので、ここがね繋がってきます。なのでエルザとメイリーのママ、つまり母親、はカペラで間違いないと思います。一人称の私、じゃねえですかという独特な語尾、そして人をね動物に変える権能、ここがかなりね、かなりっていうかもう 100% なんじゃないかな。メイリーの母親代わりは、カペラだったと思います。なのでこの滞在司教、カペラ、色欲の滞在司教カペラを倒すのにメイリーの力が必要になるのではないかなって思います。弱点を知ってるとか、もしくは剣能の攻略法を知っているとか、そういう感じに思います。で、さらにレイドが言ってました、お酒の名前グランヒルテ、好きなお酒の名前をグランヒルテと言ってました。エルザの名前、フルネームエルザ・グランヒルテなので、ここがね少し気になりました。次に夏木スバル参上の文字についてです。夏木スバル参上の文字がね、体に刻まれてたり、壁に必要以上に刻まれていました。記憶喪失のスバル自身、誰が刻んだのか記憶がありません。そしてね、記憶喪失の時でも、記憶がね、プツリと途切れる時もあるので、その記憶が途切れた時に、記憶が戻った時、記憶意識が戻った時に、スバルの体に刻まれてたり壁に刻まれてたりしたので、どういう意味でこのように刻まれているのかが全くね今回は分かりませんでした。さらに記憶喪失前のスバル、夏木スバル、本物のね夏木スバル、まあ、今のやつが偽物ってわけじゃないけど、元々の夏木スバルがやるとも考えにくいです。なので今のこの記憶喪失の状態の夏木スバルがやったと考えるのが普通なんですけど、それがねどういう意味なのかも全く分かりませんね。で、さらにはねフリューゲルの大樹にもフリューゲル参上の文字が刻まれてたりしました。これはねシャウラの発言からフリューゲルは忘れっぽいということがね分かっていますので、この忘れっぽいっていうのも死者の書とかと関係があるのかなと思います。なので、今のスバルと、フリューゲル、ここがねなんか判明していくと何かしらの伏線になっていて、いろいろとね分かってくるのではないかなと思います。スバルとフリューゲルの関係とか、そういうのが分かってくるのではないかなと、この記憶喪失を、解決した時には分かるのではないかなと思います。次にねエキドナ、アナスタシアですねが言ってた祠、こちらの謎、このねプレアデス監視塔に魔女の祠があることがね判明しました。
ただね、どこにあるとか詳しいことは分かってませんが、この祠がスバルの記憶喪失と、関係があるように思います。死者の書で記憶喪失になったとか、意識が上書きされたとか、そういう感じにも思えるんですけど、それ以上に死者の書から何かを得てこの祠までたどり着いて、そこから記憶が奪われてしまった可能性もありますよね。で、フンドの魔女ミネルバと傲慢の魔女トゥフォン、このね、死者の書を読んでいました。スバルはこの二人の魔女の死者の書を読んだことがあります。そこから祠の場所が分かった。で、祠に向かって、その祠からプレアデス監視塔の攻略のヒントを得て、そこで記憶喪失になったみたいな流れも考えられます。もしくはサテラと何かしら関係があるのではないかなというふうにもね思います。か、死者の書を見たのはサテラの死者の書を見て、そこで記憶喪失になったみたいな感じもね考えられますよね。だからこのスバルの記憶がないのと、スバルを英雄と呼んで、殺している人物がいるのと、フリューゲル三条みたいに夏木スバル三条っていう文字が刻まれているのとか、いろいろ謎がありますね。で、記憶がない、そして英雄と呼んでる、このことを考えると、暴食ですよね。暴食の能力とか、に思えます。まあ暴食が英雄と呼んでいたので、それはレムの記憶から取ったものなので、これがねちょっとね記憶がないスバルと英雄と呼んでる謎の人物、ここが暴食なのではないかなって思うところがあるんですけど、辻褄がね合わなくなるんですよね。暴食がここにいるとなんかおかしなことになるんで、これはどういう風になるかがちょっと気になりますね。なのでこのことについてね24巻で、謎がね解決するといいと思います、という感じでございます。これで23巻の感想考察動画でした。ご視聴ありがとうございました。